せるジャケットと、あと今季すごく流行っているこのアニマル柄、うん、かわいいの、はい、ハーフレギンスパンツっていうのがすごくビビの特集でも流行ってるんですけど、今回は皆さんパステルカラーで、私はピンク担当です。何でしょうね、なんかでも一人一人のなんか個性が出てるというか、エマちゃんはこういうなんかちょっとメンズライクなのがすごい似合うし、すごいエマちゃんっぽくて、多分こういうなんかちょっとセットアップな感じが濃いのかなっていう、コンですかね。なんかステージ上で脱ぐ予定なんですけども、かなりピッタピタな感じになってて、セクシー。はい、なんかちょっとやはりバブリーな感じかなと思います。パープル担当なんですけど、あのフリンジ、やっぱビビナイトって派手な衣装なので、結構フリンジだったりとかエナメルだったりとか素材を使ったコーディネートが多かなって思います。でもなんかやっぱこう時代の終わりとともに、最後にビビナイトも盛り上がりたいなっていう気持ちですね。はい、全て思い残すことないように最後まで盛り上がりたいなと思ってます。いや、まだまだ一緒にいっぱい撮影はしたかったなとは思うんですけど、私はヴィヴィをなんか一人の読者としてすっごいヴィヴィが大好きだったし、なんかこれからみんなのヴィヴィをすごい楽しみにしてます。今日も楽屋入ってきて、まゆこちゃんが来た瞬間に賑やかになるというか、うるさいですよね。まあ、でも本当に元気にその場を明るくしてくれる存在なので、まゆこちゃんが卒業しちゃっても私たちがそれを担っていけるように、もうあのリハーサルをしてる時とかからもう、こここうした方がいいんじゃないとか、そういう提案を今日もねどんどんそうしてってくれて、どんどんより良くしようっていう、すごいなんか発想もあるし、ちゃんと発言もしてくれて、ぐいぐい引っ張ってくださって、本当頼りがいのある先輩です。ビクビクしながら入って、でもやっぱ初めてのこのビビナイトの時に河北さんが声かけてくれたのがすごい嬉しくて、だからこれからまた新しいモデルたちもいつかやっぱ入ってくる時に、自分がやっぱ河北さんにされて嬉しかったことをしてあげれたら、なんか環境的によく受け入れられたらいいなって思います。